はい。えー、今日もアングラサブカル紹介していきます。えー、今日は、古谷宇佐丸さんですね。この人、まあ、一時期ハマって読んでました。いろいろありますね。こことか。今ちょっと表に出してる。あと画集もあります。まあ、この人は、 まぁ一番有名なのは、一応このライチヒカリクラブっていう本が、漫画が、えー、有名ですね。有名っていうか、まあ、ファンの間では、ライチヒカリクラブだろうっていう感じですよね。振りあぐさまるって言ったら。で、そのスピーオフ的な感じで、この僕らのヒカリクラブっていうのが、えーえー、まあ、割と最近出ましたけどね。 ライチヒカリクラブ、まあ、表紙がこんな感じなんですけど、この真ん中にいるね、このゼラを中心にして、ま、あちょっとなんかこう宗教じみたというか、カルト的な、えー、少年たちなんですけど、みんなこれ。が、まあ、まあま、あ一つの目標を持って、えー、 ま、突き進んでいくんですけども。まあ、こいつが、まあ、悪いやつなんで <laughs>。でもちょっとあの、逆らえなかったりして、周りのやつとかは。でもちょっと腹黒く、いつかこう、ゼラに人この、こいつに、ゼラにね、人泡食わせてやろうとか、思ってたり、裏切る機会を、伺ってたり、それ人たちも、いる中でね、 <laughs> この、ある時このロボットが、このカノンちゃんを連れてきてからちょっと事態は急変して <laughs>、まあそれからどうなっていくのかなっていう作品なんですけど、ただまあ僕個人的には、ライチヒカリクラブよりも、 いい作品いっぱいあるなぁと、思うんですけどね。これもこれで面白いですけど、僕的には、この自殺サークルと、自殺サークルはまあこれ原作は違いますけどね。あとこの人間失格、まあ人間失格も、まあご存知の通り、太宰治ですよね。太宰治の人間失格を、こう現代風の、 時代を現代にして、えー、当てはめたような作品になっていて。これはとても素晴らしい作品でしたね。なんかこううまくハマってました。ガッチー。うさ丸の、古谷宇佐丸のこの作風に、とこの人間失格がガチッとハマってましたね。絵柄とかも。 あの自殺サークルも、割と、あの、昔の作品ですけど、自殺サークルっていう映画を原作、映画、原作のものを、こう、漫画化したものなんですけど、まあ、その、その、そのシオン監督っていう人に、え、古アさんが、直接依頼されたらしく、え、それで書いたみたいなんですけどね。これもうまく、ガチッとハマってたと思います。あとは、 ーインノさん少年十字軍、えー、パレポリ、えー、なんだっけこれ、マリーの奏でる歌。なんだっけな、マリーの奏でる音楽か。マリーの奏でる音楽。まあ、これも幻想的で面白かったですし、インノさん少年十字軍とかも、まあなんか、昔の、 えー、童話というか、演劇が、えー、モデルになってる、漫画らしいですけどね。これも、まあ、あれですね、少年たちの、なんていうのかな。ちょっとまあ、グリム童話っぽいっていうか、うん、まあ、ファンタジーな感じですよね。結構この人は、そういうファンタジーな、 ものもう多分この人自身も好きでよく書いたりし,してますけど。まあ今日は、この人の漫画僕いっぱい持ってるんで、ライチ光クラブを重点的に紹介しましょうか。それと画集いきましょうか。ちょっとじゃあ画集を撮ってきます。はい、画集これですね。 この人の絵が好きで、結構あの画集も欲しいなと思ってたところで、ちょうどよくね、見つけて買ったのを覚えてますけど。じゃあ、ライチ光クラブを、えー、じゃ紹介しましょうか。まあ、さっきも軽く言ったんですが、もっと詳しく言うと、 そうですね。まあ、こういう感じで、人をこう連れてきたりして、何々の系とか、もう、汚らわしいことは絶対許されないっていうような感じで、さばいてんですよね。こいつが勝手に。で、これの魅力っていうのは、えっと、この周りの、まあ、ファンたちがね、 これをの魅力に、なぜ、えー、ついていくのかっていうところを言うと、この、キャラクターたちの良さがあるんですよね。こう番号を言って、えー、一人一人なんか言っていくっていうシーンがあるんですけど、一番、アインツって感じのね。アインツ二個。ツバイ・ライゾウ、ドライ、金田、とかって言って、 フィア・テンタクーとかね。キャラが結構面白くて。みんな男の子です、なんですけどね。こういうちょっとね、やっぱり、ちょっとおい向けっていうか、不女子向けのキャラクターが結構出てくるんですよ。それがやっぱ、多分ファンを引きつけてんのかなと思いますね。この漫画は。ちょっと、美しい男の子っていうか、ちょっとそういうところも狙って、 やってるところがありますよね。このタミヤっていうのがちなみにね、もともとこの光クラブっていうものを作った、え、もともとのリーダーみたいなもので、このニコとかは、このゼラの、もともとの親友だったんですけど、あとこのカネとかも、お友達とかだったんですけど、なんかちょっとこの、ゼラ、 あの、まあ、ある種の競争的な、ええー、カリスマ性とかその魅力に惹かれて、ちょっと洗脳っぽいような、えー、感覚になっていってしまうんですよね。で、このタミヤ自身は、あの、疑問を抱えながらというか、こう葛藤しながら、まあ、ゼラの言うままに仕方なく、 やってたりするんですけどね。で、この女の人を連れてきて、女教師だったかなを連れてきて、まあなんか不純なことしたっていうことで、なんて醜いとか言ってんですけどね、この裸を見て。大人の象徴みたいなものをこう醜く,くこう見てるんですよ、こいつらは。こいつらってこのゼラはね。だから胸が大きかったり、毛が生えてたり、 言うのを見ると、もう嫌になってしまって。お腹の中に、えー、こんなに醜い造物が詰まってたぜ、なんて言って、言ってますけど。自分たちをこう絶対的な、えー、美しいものだと思い込んでるんですよね。すいません、なんか今日壁引いちゃったんですよね。ちょっと鼻声ですけど。 それでなんかね、えー、ロボットが、いるんですけど、ロボットっていうのはあの、まあ、電卓くんっていうのがね、そういうロボ系が得意なんで、そういう、そいつが確か発明したっていうか、いう感じで。人の本物の目が入ってるんだったかな、確か。それを、で、こうやってプログラミングして、 なんかするんですけど、あるときね、この、まあ、このロボットがいろいろこう連れてきてくれたりするんですよね。この獲物っていうか。で、あるときこう、女子高生を連れてきて、それがこの子、なんですよね。かのんちゃん。みんな、あーってこう。 こんな美しい、こう見たことないぜっていう感じでね、びっくりしてるんですよ。で、もちろん、こう、何かあったら、処刑の対象なんですけど、この女の子は。まあ、この子の、 純粋な気持ちの中、気持ちをこう、と関わっていく中で、人を殺してはいけないとか、そういうことが、このロボット自身に教えるんですよね。ロボットに教えるんですよ、かのんちゃんが。<laughs> そんで、このロボットは、えー、誰を信じるかっていうと、こいつら作ったその、いわゆる、いわゆるっていうか、まあ、言ってしまえばこの親みたいな、 やつらではなく、こう、かのんちゃんの母性っていうものに、惹かれて、かのんちゃんの言うことを聞くんですよね。で、人を殺してはいけないって、こう、教わったりして、しながら、でも今度、餌食が来たときに、えー、どうするかとか。え、なんかこう、悪いことしてんのって結局こいつらなんじゃないですか、結局は。で、そういう、こいつらに、ちょっと制裁を与え、 していくんですよね。制裁していくんですよ。こいつら人殺してるんで。そういう風にこう変わっていきますね。ただこいつらの中にはね、タミヤくんみたいな純粋な子とかもいるのに、こいつからすれば、こうロボットからすれば、こう敵にしか見えないっていう、そういう悲しさとかがあったりしますけどね。 で、この、まあ、最後までは言わないですけど、そういう作品になってますね。で、これが気に入った方がいたら、今度この僕らの光クラブっていうのをこう買ってみるといいかなと思いますね。このメンバーの、小、もっと小さい時の、小学生かな小学生の時の話ですね。<laughs> 中学生だったかな忘れちゃったけど。 ま、この時よりも昔の話になってます。僕らのまあ、光クラブができるまで、元々の光クラブができるまでの秘話みたいなものが、えー、書かれてますね。えー、そして、えー、っと、歌集。歌集はま、ファンならばわかりますけど、これも光クラブの絵ですよね。これは、 彼女を守る、なんだっけな。彼女を守るよなんだっけ。ここにあるんですけど。彼女を守る51の方法か。ああ。彼女を守る51の方法っていう漫画の絵ですね、今のは。これはさっきのマリーの奏でる音楽。あとは、なんかデビルマンとか書いてありますね。うん。あとは、なんかこう。 自由に書いてあったり、この人結構女の人を書くのが得意っていうか上手くて。まあ、得てしてね。男の男性の方っていうのは女の子を書くっていうのは上手いですよね。ただこの人の書く絵は、なんかこう、この間言ったあの丸尾末広とかそういうものの、 人たちみたいなこう、エログロとか、そういう魅力とはまたちょっと違って、なんかちょっと、サブカルチャーの匂いがするんですよね。アングラッツよりは、サブカルっぽいっていうか、あまあ、ガーリーカルチャーっぽいっていうか、女の子の服とかもなんか結構こだわってるなって思う部分とか、あとなんかこう、 ロリータっぽい感じですかね。そこが魅力かなと思いますね。あとこの、最後に載ってる漫画が面白いんですよね。最後に載ってるこの多分画集限定のお話だと思うんですけど、これおすすめですね。これを見るだけでも、買う価値あるんじゃないかって思いますけど。 どうですかねこの人美大出身なんで、結構その多分絵の基本とかをこう分かってるような絵だなと思いますよね、なんか。美大出身っぽい絵だなってなん,なんか思いますけどね。意外に珍しいんですよね、でも。美大出身の漫画家さんってもちろんうじゃうじゃいますけど、なん結構あんまりね、意外にこう有名に ならなかったりっていう人が多い中で、今でも現役でやってる方で、ツイッターとかもやってますけどね。なんかこの間買ったガロに、そういえば、古谷さんの写真が載ってましたけどね、若い頃の。入選した手の頃の若い頃の。ま、次の、次に撮った動画で、それもまた紹介しましょうか。ファンの方がいたら見たいかもしれないですしね。ま、今回は、一応この、 二つですね。ライチヒカリクラブと画集を紹介しました。で、次は、まあなんと言ってもね、僕おすすめの人間資格とか、自殺サークルとかを、えー、紹介したいと思います。ちょっと、この20分ぐらいの時間じゃちょっとね、全部紹介しきれないんで、であんまあちょっと一つの動画が長くなりすぎちゃうのも、ちょっと良くないなと思うんで、今日はね、この二つだけにしたいと思います。 はい、ありがとうございます。えー、よかったら、えー、チャンネル登録よろしくお願いします。最近、ちょっと、たチャンネル登録してくれる方が増えて、えー、とっても嬉しいですね。<laughs> ありがとうございます。では、失礼します。